ちの剣士だな。おっと、なら俺はあっちの傭兵だ。あの目つき、まさしく達人って風格。てらーく、言ったそばから負けやがったな、あいつ。だまた勝っちまったな。いい加減懲りろってバルタザール。この野郎、さっきから勝ち続けやがって。仕込みじゃねえだろうな。いやいや、金をかけてるわけでもねえんだ。そんなアホくせえことするかよ。だいたい言い出したのはお前じゃねえか。負けたやつは笑える昔話を一つ披露する。要は互いに過去をさらけ出し合って弱みでも握ってやろうって話だったろ。にしたって俺ばかり喋ってるじゃねえかよ。ああ、それじゃあ何年か前に忍び込んだ遺跡で巨長と喧嘩した話を。さっきも聞いたぞ。遺跡をぶっ壊したのが領主にバレて賞金をかけられたんだよな。くそ、もう話の種がねえ。こうなったら裸踊りでもしてやら。やめろやめろ、見たくもねえよそんなもん。しかしまさかここまで賭けに弱いとは。よし、じゃあ俺から聞こう。お前の持っている紋章についてだ。おっと、いきなりぐさりと来るね。そいつもお前流の交渉術ってやつかい。純粋に生い立ちに興味が湧いたんだよ。その紋章をどこから手に入れたのか。アダルブレヒト家の歴代当主に同じ紋章を持ってるやつはいなかったはずだよな。なら答えは分かってんだろう。お前も珍しい紋章を持ってることだしな。それとも女神様から授かったとでも言うつもりか。待て待て、賭けに勝ったのは俺だ。お前から質問する権利はねえはずだぜ。くっ、おう、次の勝負が始まるぞ。今度こそ負けねえ。どっちだどっちだ。なあ、もうやめといたらどうだ。お前どうしようもなく賭け事に向いてねえぞ。たとえ向いてなかろうと負けっぱなしじゃいられねえのが俺って男よ。はあ、おいバルタザール、そこの剣士二人を見てみろ。ん、さっきまで二人仲良く飯を食ってたやつらじゃねえか。対戦相手同士だったのか。ああ、そうらしいな。お前の目にはあいつらがどう映る。ん、片方は筋骨隆々じゃねえか。足運びもまさしく手だれってやつだ。相手も悪かないが、ギラついてるというかなんというか未熟な感じがするが。なるほどな。で、お前はどっちにかける。そりゃあ考える余地もなく手だれだろ。誰が見たってあっちが。ん、様子がおかしいな。お、あっさり負けたぞ。例えば今俺とお前が殴り合ったとして、万に一つも俺に勝ち目はねえ。だがどうしても勝たなきゃならねえなら、それ相応の策を講じて勝ちを狙う。例えばお前の目を盗んで飯にしびれ薬でも盛るとかな。なるほどな、肝に銘じておくぜ。さあ、今の教えを踏まえてもう一勝負だ。お前なかなかめげねえな。それなら心が折れるまで任してやるよ。うわ、どうしたんだバルタザール。お前のそんな真剣な顔初めて見たぞ。こりゃ明日は雪か。焚き木の用意でもしておくか。うるせえな、今必死に考えてんだよ。考えてるって何をだよ。いや、そのなんだ、
いつぞやの勝負の時に結局お前の話は聞けなかったわけだろ。ああそうだったな。結局最後の最後まで俺の勝ちだったからな。あそこまで行くとお前は観察眼云々より女神様に見放されてるって勢いだったよ。だからお前の口から聞けねえなら自力で調べて弱みを握ってやろうと思ったわけよ。とすれば気になるのはお前の紋章だろう。心当たりを調べ回ってたら、なんというか暇だなお前。いやまあいい、聞かせてくれよ。俺の母の故郷には言い伝えがあってな、遠い昔里を奪おうとする奴と争った時、戦で傷ついた戦士たちに里の女長老が聖なる赤き酒を与えたんだそうだ。するとその酒を飲んだ戦士たちのうち何人かはたちまちに回復したが、残りはおかしくなっちまってそのまま里の外へ消えていったんだと。それで？奇妙な話だが、そこで回復したやつは紋章の力を得られたんだそうだ。親から継いだわけでも女神から授かったわけでもない紋章があるとしたら、死にかけて生き延びるか。ならまさかあのじいさんが、いや、思い当たる節はあるな。うん？当たりかこれは。当たりか外れかもわからねえのが、まあなんとも笑える話なんだよな。情けねえことに俺は未だに自分が何者なのかさえよく分かってねえのさ。親だと思ってる相手が本当に実の親かも、なんでこんな紋章を持っているかも、全部予想するだけで答え合わせする機会はねえ。多分死ぬまでずっとな。答えはねえか。ま、分からねえなら好きに決めちまえばいいじゃねえか。分かって拒絶できねえより全然いいぜ。悩みすぎてぶっ倒れでもしたらバカらしい。ま、そうだよな。こんな小せえことをうだうだ悩んでるなんて俺様らしくもね。おお、そうだそうだ、悩むなんて疲れるだけだ、やめちまえ。いや俺も久々にいろいろと考えてたら頭が痛くて痛くてよ。里の伝承が本当なら赤い酒ってなんだとか、里の外に消えた連中はどうなったとか、そんなことまで考えてるうちに夜が明けて夜が来てまた夜が明けて。あ、バルタザール。頭の使いすぎで熱が。バカかお前は。俺バルタザール受け取れ。あ、はっ、この音、この手応え、金じゃねえか。しかもこの量、尋常じゃねえぞ。まさかついに教団の宝物庫に手を。アホを抜かすな、礼だ。大した額じゃねえよ。大した額だろうがよ、何の礼か知らんが身に覚えのねえ金は受け取れねえな。黙って受け取れって。こいつは礼というか情報量だ。いつかお前に聞いた母親の故郷の話、俺にとってはすげえ価値があるもんだった。どうしてもお前がいらねえってんなら母親にいいもんでも食わせてやりな。仕方ねえな。ならこれは俺の母のために使わせてもらう。けど答えは出ねえんじゃなかったのか。何か分かったのか。いや、あいにくそこは変わってねえんだがな。それでもけじめになったというか、自分が何者かなんて辛気くせえことを考えるのはやめだ。
そりゃ喜ばしい。が、その礼がこの金だってのか？悪いが、俺はこういうやり方しか知らねえ。金じゃねえなら何を用意すりゃいい？んだよ、人の顔見てでけえため息つきやがって。いや、お前は俺と違って頭が回るのに、こういうところはバカなんだよな。いいか、俺は確かに金が好きだ。ついでに言うと、女も喧嘩も大好きだ。だが、それよりも好きなもんがある。なんだかわかるか？何って、勝てねえ賭けと酒だろ。俺を何だと思ってんだお前は。戦友だ。共に戦う信頼できる共柄さ。戦友ね、今一つしっくりこねんだが。お前の周囲にいるのは部下だの取引相手だのばかりだもんな。いいか、戦友に貸し借りはねえ。上下関係も信用も必要ねえんだ。戦場じゃ命を預け合って共に生き残り、喜びも苦悩も何だって分かち合う。だから戦友の悩みを解決したことに礼もいらねえと。ああ、なれねえか。弱みの握り合いや騙し合いばかりの世界で生きてきたお前にはよ。なれねえっつうか、なんつうか。逆に聞きてえよ。いいのか、バルタサール、俺みてえの。そう、自分の本当の名前さえ明かさねえやつを戦友と呼んじまってよ。そんなの関係ねえよ。お前が何者だろうと、好きだってことに変わりはねえんだぜ。ずっと思ってたか、お前ほんと最高だな。おいおい、笑うところか。てめえの正直な気持ちを伝えただけだ。いや悪い、これまで好きだの愛してるだの聞き飽きるほど言われてきたが、こんなに色気のねえ言われ方ってのは初めてで、ついおかしくてよ。で、不満か？いや、悪くねえ。戦友、戦友か、気に入ったぜ俺は。つうことで、これからもよろしく頼むぜ戦友。おう、よろしくな俺の戦友。